太閤寺は、京都府福知山市正明寺にある臨済州、南禅寺派の寺院である。三号は、雲竜山。別名、森青ガエル寺とも呼ばれている。本尊は、阿弥陀如来座像で、薬師如来座像、工房大師座像を祀る。境内には、森青ガエが生息しており、住職のアリガソ同士が、保護、観察を行っている。2010年まで、 森青がエる観察会を兼ねて6月第1土曜日に森青コンサートが開催されていた。2013年より観察会兼ねたとから区やコンサートが復活した。2013年四風船2014年イルカ2015年、竹川幸秀2016年、白鳥恵美子2017年、綾戸地恵2019年、綾戸地恵系本堂において爽やかな風の中、 自然と触れ合いながらの歌声は癒され多くの皆さんに親しまれている。ご朱印は特製森やおがえる生息地の印を授与している。寺に関する詳細な記録はないが、太閤寺が建立する以前に、正明寺という神言寺院が平安時代に存在しており、現在の地名にその名を残している。正明寺に関する歌が残っている。見開けば、 法の声する正明ーキジモの寂しきは、小野脇の里工房大師伝説が残っており、近くの川は、愚峰川と呼ばれている。小野小町伝説もあり、近くに、小野小町が、病となり、温泉に入り介入したという、小野脇がある。正明ーの他に、にけじあったと言われ、村の人は、寺僧を工作して暮らしていたと言われている。その後それらの寺は荒廃した。 地域の愚峰大師伝説の名残か、太鼓寺本堂には、工房大師座像が安置されている。1631年、現在の地に有限相林雄賞を生じて、太鼓寺を建立した。臨済州南禅寺派に属し、現在27世として、今に至っている。本堂には、薬師如来と共に、工房大師座像が祀られている。天井には、 植物の絵が掲げている。現在の本堂は2000年に老朽化した築240年の旧本堂を解体して再建された。江戸時代混流の薬師堂は解体され耳の病気に霊言の薬師如来は本堂上館にお祭りしている。旧薬師堂天井側江戸時代の草木花が描かれており保管されている。2010年4月に新山と落景した。 九三門は、脇門として、現在地にある。1942年11月15日、金属類回収令のため、岡山県にある三菱工業製錬所に送られた。次来同のみ保存されていたが、男神との世界平和の願意により、2010年4月に、再位された。森青ガエルは、青ガエル科の日本固有種である。本州と佐渡島に生息し、 北は青森県から山口県に生息している。日本海側に生息地が多いが、千葉や伊豆、静岡にも生息している。寒さに強い種である。環境変化により生息地が減少している。地域によっては生息地が天然記念物に指定され保護されている。京都府は森をガえる基準が 木沼笠山にあるものの生息地を天然記念物に指定しておらず、同様に福知山市においても未指定である。同じアオガエル科のシュレーゲルアオガエルと間違えられることが多いが、鳴き声、や大きさ、目の周りの色で区別できる。森オガエルと表すように森林、林に樹上生活しているので見つけることが難しい6月頃の梅雨時には、 産卵地に降りて、池に反り出す樹木の枝に、綿棒紙のような白い包丁の乱壊をつける。太閤寺池では1945年頃より、生息確認されている。月1回、社協会が行われている。寺の裏山近辺には、中の断固噴群がある。京都府福知山市正明寺1771、西日本旅客鉄道福知山駅徒歩30分、あるいは、 タクシー8分駐車場あり、ありがとうございます。